ドムルトンでーす。今回はスレッジでグレネードを握ると下半身が強くなるということについてやっていきたいと思います。どうしましたか皆さん。どうされましたか。なんか皆さんなんかエッチな気分になってませんか。おい、やめろユニット。おい、メスとムラムラ。おい、なんか思春期の子がなんかチラチラこっち見てますよね。英語でシックスって言って後ろ振り返ってくるクソガキみたいになってませんか。今なんかチラチラ変なことなんとか思いついてませんか。おいおいおい、下半身下半身違います。心汚れすぎです。あの下半身が強化される、これどこが強化されるかっていうと足です。はい、グレネードを握ると移動速度が上昇します。あのね、変なこと言いません。何度も言ってるでしょ、家族で見れる安心な動画って。正直に言ってください。今俺が下半身が強化されたんですよって言った瞬間、ちょっと今音量下げませんでしたか、リビングで見てる人たち。やばい、こいつ次下ネタ言う、やばい、音量下げようなっただろう。言いません。股間が鋼タイプになるんですよ。あ、股間がこんなになっちゃったから敵さんにどう責任取らせちゃおうかな。なんかさ、気持ち悪いおじさんのモノマネとかしながらね、そんな変なこと言いません。これ攻略動画なんで安心してください。まあこれね、本編今から話すんですけど、これなんでこんなことやってるかっていうと、実はねスレッジ弱体化が来てアーマー3になったんですよ。これどういう意味かっていうと、最大 HP が増えて移動速度が落ちるっていうねことになったんですけど、なんとグレネードを握ってる時だけ移動速度の低下のデバフがかからない。つまり超高速で移動速度でグレネード投げられるんですよ。ちょ、音波しょってことで、相手の弾丸を受けながらかわしながらグレ投げます。あ、なんかいた、ちょうどいい、寝るやん。あお、これ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 、来た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 。ちょっともう一回パチンコする。多分ねこれ奥の強固陣にいるから。最後そう、これねグレネード握ってる時ね、移動速度が速すぎて敵に一発ぐらいしか食らわないんだよ。でアーマー3だと HP が多くなるから一発食らったところで痛くないんだよね。だからこの投げ方超強いんだよ。待って、今日の動画はねちょっと思春期の子に変に刺さってしまうかもしれない。握ると下半身が強化、クソイライラしてきた股間が、あーメスさムラムラ。みんなちょっと思春期の子落ち着いてください。これ本当に落ち着いて、思春期だからそういう思考になる の冷静に見たらこれ攻略動画だから。ただ俺はグレネードを握ると移動速度が速くなるよってことを伝えたいので、スレッジは最大 HP が増えたから、あの弾丸を食らいながら、移動速度の速い状態で弾丸を食らいながら、弾丸を避けながらグレ投げられるよっていう裏技を今教えております。落ち着いてください。はい、あとね、なんでお前ショットガン使ってんのって思うと思うんですけど、これ理由何かっていうと、裏技はないんですよ一切ショットガンに。なんですけどこのショットガンを使ってる理由教えましょう。俺ダイヤ隊なんだけど、ショットガン使ってナメプしても俺勝てっから、っていうにちゃーっていうオタクスマイルをね、意味を、不敵な意味を浮かべながら、俺ショットガン使っても俺ならダイヤで殺せっかねっていうね、そういう気持ち悪い思想で今ねショットガン持って、いやダイヤ隊余裕すぎ、チャンピオン目指しちゃおっかなっていうにちゃってますね。まあでもショットガンうまく使うには結構準備が必要で、これ棚村にいんな、ゆっくり索敵と索敵すんだよ。ちょっと待って、これいないな、キャッスル壊す目的じゃない、棚裏のやつはどういたなっていうのが分かったから、ちょっと一旦ゆっくりこれドロン見ましょう。徐々に距離詰めんだよね。で今ドッキリ味方にいるだろ、だから電話かかるまで待ちます。これしたら位置が分かる。来た、あ、これいる、階段いる、ここで俺はこいつを殺しに行きます。はい、あのねフリーダさんもね、あの実況解説をまあ引退するということでね、 CG の、再現しました。はい、いい思い出だったんでね、こうよく監視カメラをこうドローン見てるのに引っかけちゃう、こういうことなんですよ。皆さんね、若干ちょっと変な気持ちになっちゃって、ちょっとエッチな気持ちになっちゃってる人もね、落ち着いてください。今からねアルニもやります。あのちょっと真面目にアルニだったら、ちょっとあのこの下半身まみれのあの話とかそういう変な話はね一切ないのでやります。アルニ、これね、なんでアルニをやってるかっていうと、スレッジと共通点があるんだよ。それは何かっていうと、こいつもスピードじゃねえ、間違えた、アーマー3で最大 HP が増えたんです。でこいつは
いやお前下半身強くならねえじゃねえかよ。グレ握りねえじゃん防衛側だったら。ただ最大 HP が増えたって言ってんのか。言わねえよそんなこと。あのなこれどういうことかっていうと、マックスマンライフルで弾丸危ねえ、リスキルされたかった。そう、あのマークスマンライフルで最大 HP を生かして相手の弾丸食らいながら撃ち込むっていう。さ、これねマジで強いよ。相打ち OK なの、わかる。あのこっちって2発キルなんだよ、このマークスマンライフルってめっちゃ強いから。2発キルだから相手の弾丸を胴体で受け止めながら殺すんだよ。これねめちゃめちゃ強い。ちょっと見てて、アルニの新しい戦い方。ちなみにもうサブマシンガン使いません、ゴミです。マークスマン使いましょう。あとね、俺レーザー1個残してんだけどね、これ途中で割のところにレーザー貼るんだよ。マガジンを変える。あ、待って、ラッピングした。こいつ殺す。こういうの相打ちで殺すんだよね。じゃあほら、こういうこと。まあ俺ヘッドショットしちゃうんだけどねちょっとこれ違うんですけどね。で、もう一発くれる78だから、これ今までだったらね OK 倒した。ちょっとこいつも予想外。あなたはクイックリーンして2発ぐらい食らえるかな。今までだったらこっからマイナス15でしょ。78-15、俺の計算によって63は2発食らって死ぬ。でも78は2発食らったら、うん、食らっても大丈夫。23が6、肉18、39だろ。アッシュのやつとかは全然食らえるから、これマジで強いんだよ。敵オペレーターが1人残っている。あなたはクイックリーンして2発ぐらい受け止める、体で。で、味方に殺させっか。一発食らったね、ほらほら、な、48でしょこれ。もう一発食らえる。ほらほらほら、こうやってつるんだよね敵を。殺すんじゃないの、味方に殺させんの。おいおい、殺しちゃうよ殺しちゃうよっつってこうやってつるの敵を。そうすると誰かが殺してくれる。もう今日から使える最強の裏技教えてあげる。もう主婦が家事の合間にやってもできる裏技教えてあげる。これです。キャッスルを表からつけると、これレーザー貼られんじゃん。ここにブリーチング弾打ってもキャッスル壊れない、レーザーから壊れるっていうね。これなんか前も紹介したけど、補強壁は教えたじゃん。火花が壊せるんですよってやつ、これキャッスルもね有効だから。ちょ、キャッスルピックスしてくれたらね、ちょっと珍しいからちょっと教えたわ。これはマジの裏技です。てかみんなね、この動画よく見てる人はね本当に思ったと思う。お前一つの動画で二つのキャラクター紹介したらネタなくなっちゃうんじゃないか。お前大丈夫かよ、引退する気なんか。みんな焦ってるだろう。いや、これね、どういうことかっていうとね、在庫処理だこれ裏技の在庫処理だ。なんでね俺こんなことしてるかっていうとね、来シーズンめちゃめちゃネタ豊富なんですよ。めっちゃいいね。あのもう死ぬほどアップデートが来るんで、俺今ね急いで在庫処理してるんですよ。もう来シーズンのねパッチノートをね、あの見たんですけど、いっぱい修正来るんですよ。武器とかアタッチメントとかキャラクターに。だから今のうちによーし裏技の在庫処理しちゃうぞーっつって、1回の動画で2個裏技教えてるんだから今お得です。はい、今ねなんつうの、正月セールみたいな感じ。もうめちゃめちゃね裏技提供しちゃってるんですよ。だから一つのキャラクターに二つ紹介しちゃうんですよね。だからダイヤ隊の僕と、あともう裏技のビッグセール。もう今日はね、てかもう今シーズンはもう本当になんていうの、俺の動画お得だから。ただね、人を騙すような動画ではない。あと皆さんね、もう暇なんで告知します。ですね、12時20分から毎日ツイッチで配信しております。ゼータディビジョンのメルトンです、よろしくお願いします。あ、ちなみにダイヤ隊です。はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっとね息腐ってなったと思うんですけどね、あの息止めてください。はい、そのままね、あの窒息してもいいんで、あのぜひね見に来てください。はい、というかアルニのねこの裏技はマジやった方がいい。キャッスル味方にピックされたらやった方がいい。ベーカリーですか。はい、これ時間がない時の木のバリケード超強いからね。これ木のバリケード壊したいけど、壊したら位置バレちゃうっていう風にさせる。これ木のバリケード終盤強いからね、ダイヤ隊でも刺さるということを教えてやろう。木のバリケードやらないやつ多いけど結構強いよ。競技シーンだと結構やってるからみんな。え、壊してこないんだけど、マジで。え、本当に壊されるんですか。
はい、こういうこと。ちょっと待って、はい、木のバリケード心理的にバレちゃうと思って壊さないんだよね。ということで皆さん、これは本当の裏技なんでやってくださいということで、メルトンでした。バイバイ。